さあバージョン 2.4 アップデートが終わりました。来てますね、国製のスキン。ちょっと見ていきますか。購入しましょうか。うわーうわー待って、もういやーいやー、もうこの画面で可愛い。もううわっ、ちょっと待って、うーわ、なんか髪の毛もなんかちょっとついてるんだね、その髪の毛につける装飾みたいな。うわめっちゃ可愛い。うわリボンで結んでるんだ。でドレスがこれでしょ。タイツもね、すごいタイツ変わってるよねこれ。うわめっちょっと購入しますか。いきます。うわこれマジ最高だな。このイラストがもうねえ、めちゃくちゃに可愛いからさ、あのスクリーンショット撮ります。いやーちょっとこれもうまずいでしょ。これは死んでる人多いんじゃないのかな。はい、ちょっと一回着替えてじっくり眺めていきますか。で今回なんかあれがスキンの着替えのセリフがあるみたいな話で、うわめっちゃいい。うわストーリーもこんながっつり書いてあるんだ。うわーこれちょっとゆっくり読みますわ。後でじゃあ切り替えます。いきます。夜が来る前に急がないと。夜が来る前に急がないと。準備してるんだろうねきっと。うわこれマジでいいな。ここの背中の神の目についてる装飾とかさ、あとこの背中のひらひら、いやちょっと可愛すぎるでしょう。ちょっと動いてるところ見たいな。はい、リュウへ来ました。うわこれもううわめちゃくちゃいいじゃんスキン。行こうよ。うわいいな。攻撃するとどんな感じになるんだ。よっ、はーっ、はー、いやめっちゃいいじゃん。そりゃでや、はー、うわこれマジで最高だな。これ買ってないやつおる。いやいねえよなこんなん。いやこれぜひスキン買った後に国勢あえて引きに行ってほしいな。ちょっと新スキン記念で試し切り行きやすか。こんちゃま試し切りエンビジャでやっていきますか。いやーちょっと楽しみなんですけど、陣営のごとく詰まりがあった過ぎる説があるんだけど、よく急がないと。はっはっ、瞬く間に、けど置いて、まだ剣あ爆発かかってめっちゃいい。あーもうやばい、カットインがめちゃくちゃいい。受けて、つけておいて、つけておいて、受けて、あー食らっちゃった。たまたまよ。ちょっと待って、興奮しすぎてさ立ち回りが雑になってる。爆発を置いて、キーとスキル置いて、減速スキル、あギリたまんないか。うわーこっちか。いやこれ見て爆発、これ爆発のカットインめっちゃいいね新スキンによって。はい、めっちゃ良かったな本当に。いや国勢の新スキン最高だなマジでこれ。あいやちょっと可愛すぎるわこの子。ってなわけで今回は国勢の新スキンについて見ていったんですけど、どうよこの可愛さ、圧倒的な。このドレスも似合っていることもそうなんですけど、タイツの柄がね、多分これ変わってると思うんだけど、もうさることながら、この髪の毛結んでるリボンだったりとか、あとは背中の装飾だったりね、いやー、やっぱね、原神ってキャラゲーなこともあって、スキンって大事だなーって思いましたね。今回、行子さんも無課金でもらえるということで、そっちも楽しみなんですけど、いや、もう個人的に大満足でしたね。なんかドレスもいいんだけど、こういった形で季節系のスキン、なサンタクロースだったりとか、あとは振り袖とか、まあ、スーツでもね、俺好きなんだけど、そういう感じのね、いろんな多種多様なスキンが、今後いろいろなキャラクターで出てきてくれたら嬉しいなーって思いました。
こんな感じで原神のね動画もね毎日投稿していますので、最後に高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。じゃあね、みんな落ち着いてです。バイバイ。北星ちゃんマジで可愛い。